ウォリアーズはエリンハンターによるファンタジー小説及びそのシリーズ名。猫の世界を舞台に壮大な大河ドラマを描いている。全米で100万部を突破しており、現在もシリーズは続いている。日本語版は第4期シリーズまで刊行されている。ある森を舞台に猫たちの生活を描く。森には4つの部族があり、それぞれサンダー族、リバー族、シャドウ族、 ウィンドウ族と呼ばれている。また、スター族という先祖の猫や死んだ猫で構成されている、部族もある。第1期シリーズは、サンダー族のファイアスターが主人公だったが、第2期シリーズは、ブランブルクロウをはじめとする複数の猫が主人公となっている。第3期シリーズは、ジェイ・フェザー、ホリーリーフ、ライオン・ブレイズ。第4期シリーズは、ジェイ・フェザー。 ライオンブレイズ、ダブウィング、アイビープール。日本語版、第1期シリーズは2006年11月から2007年11月にかけて観光。日本語版、第2期シリーズは2008年11月から2010年10月にかけて観光。日本語版、第3期シリーズは2011年10月から2014年6月にかけて観光。日本語版、 第4期シリーズは2016年1月から2020年2月にかけて観光。日本語版第5期シリーズ以降はこれから観光予定。戦士猫のガイドブック一覧。4つの漫画スタイルの本シリーズは英語で出版されています。主人公の冒険。漫画シリーズはいくつかのサブシリーズで構成されています。クルータバック3部作、ダイガースターとサーシャ。 燃えたの運命、スカイトライブと見知らぬ人、それぞれ3本の本だけ、クルトノグビーチビーチ、パワーへの道ずべずだらと、サーシャ、主な選択ゴーリーの運命空の部族と見知らぬ、人側の部族の影戦士の猫についての物語や演劇のリスト、ストーリー、選手の猫の新しい秘密を伝え、明らかにする短編小説、正直な答え多彩多彩とか彩との関係を、 記述する物語は、長老の懸念は、オングライバの最近の任命を、懸念長老の会話を説明します。ザ・ロンゲストナイトは、ケイとキャリーによって書かれた物語で、猫が最長の夜を祝う方法を伝えています。子猫6ヶ月間保育部屋で暮らす。その間、キャンプの外に出てはいけない。ありがとうございます。